ようこそお越しいただきました。こんにちは。初めて会った時のお二人の印象ってどんな感じだったんですか？最初お会いした時はすごい小柄な方なんだなっていう印象は受けました。ええ、はい、やっぱりこうテレビで観戦している時はもう少し大きく見えました。そうですね、やはりフィールドにいる姿とかやはり大きく見えますよね。はい、さあ澤さんは、澤選手はどうですか？一番最初に会った時っていつでしたっけ、2004年とかアテネの時ですね。はい、でもう本当にわあ北島さんだっていう感じで、あの私はすぐにすいません写真撮ってくださいみたいなミハでした。はい、いやもうすごいやっぱりオーラがありましたし、まあなんか本当近くにこうあの入れたっていうのがすごいなと。もうやっぱりなかなか普段会えない人なのでいやすごいなと。はい、見るのではなく自分でプレー、挑戦してみたいオリンピック種目は何ですかという質問に対しまして、現時点でおよそ6万5000名の方から回答をいただいております。現時点での1位の競技が何かを予想していただきます。まずは北島選手からお願いします。じゃん、トライアスロンということですが、澤選手の予想を見てみましょう。お願いします。お、ライフル射撃と書かれてますね。いきますよ。じゃあ1位はこちらです。射撃澤選手お見事。いや、さすがだなと思って、やっぱり周りのことを読めてるというか、僕も自分のことしか考えてないから多分こういうね答えになるんです。はい、素晴らしいです。ちょっとびっくりしちゃった。ちょっと一番興奮したかもしれない。鳥肌立ったって。もうオリンピックまで、100日ちょっとですか。まあオリンピックで、結果を残すことをやはり僕は一番望んでるし、やはりそれが自分にはできる、僕にはできると思って、この100日間悔いない、毎日を過ごして、言い訳しない結果を残したいなと思ってます。のでまあ見ていてくださいっていう感じですね。はい、ありがとうございます。別に やってほしいとかじゃないんで、はい、水泳、はい、僕見せますんで。見せます。はい、僕がもうやるしかない。はい、はいはい、そうですね。まあ、私自身はもう本当自分のコンディションをまず、しっかり上げていくことと、あとまだメンバーが、最終メンバーがやっぱり18人という厳しい条件なので、本当に、まあ、私にはできるというか、もう絶対残ってみせるっていう気持ちで、まあ、日頃からの練習、リーグ戦等、頑張って、そして、まあ、ロンドンにもし選ばれたら、本当金メダル、私たちにはできるという強い気持ちを持ってしっかり、結果を残したい なと思っていますので、皆さん、引き続き応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。